聖書を拝読します。サムエル記第1、17章34節から40節までです。34節から35節。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、そのひげを掴んで打ち殺しています。40節。自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にして、あのペリシテ人に近づいた。アーメン。16教区副教区長ムン・シンヒョン牧師が、できないこともできてというメッセージを取り次ぎます。西オーケストラの演奏とシャロム聖歌隊の賛美ありがとうございました。金管アンサンブル演奏ありがとうございました。私は道会場先生を思いながら、道会場先生のメッセージ、創世記公開、講義、肉と霊、霊の信仰などを元にしてメッセージを準備しました。タイトルも道会場先生がよく言われた言葉、できないこともできて、できることはもっとできる、これを引用して、できないこともできてに決めました。タイトルをこのように決めたら、道会場先生の声が聞こえているようですね。はい、教会に多くの変化がありますが、最近は賛美文化が一層アップグレードしているそうです。2回もアンコールを受けた金管アンサンブルも、画面を見たらタイプライターで独特な演奏をしてくださったのですね。音はしましたが、文字は打てなかったんです。道会場先生愛していますという文字ではないかなと自分なりに考えてみました。そして数週間前はイスラエル先生たちが来られて、血の笛を吹き鳴らしてくださったし、そして金曜徹夜2部の時は車両局が特別賛美でヨシア軍のようにヘイヘイヘイを素晴らしく叫んでくださいましたね。私はその賛美を聞きながら心の中で思い浮かびました。ヨシアの時のエリコの総演のことです。弟子祭司たちが角笛を吹き鳴らしながら前を進んでいく時、民たちもその後をついていて、結局はエリコの城壁が崩れ落ちるようになるのです。私はそのヨシア軍のようにという賛美と角笛の吹き鳴らす姿を見て、その3000年前のエリコの荘園で響き渡った角笛の音、そして民たちの時の声を思い浮かびました。それで今の私たちは同じ時の声を上げて、ヘイヘイヘイと叫んでいると思いました。その響きは万民教会の中で響き渡ったのです。私は心の中で感じました。皆さんの個人のエリコのような問題も、そして教会の今の試練がありますが、このような城壁も角笛を吹き鳴らしながら大声で時の声を上げると、それは崩れ落ちると信じます。ある方は、先生それは錯覚ではありませんが、
3400年前聖書に記されていることなのに、今そのようなことが実際起こるんですかと思うかもしれませんが、聖書に書いてあることには霊的な意味がありますね。時間と空間を超えるものです。ですから私たちが今も神様の前に講義にふさわしく霊の信仰を見せれば、私たちの日常生活でも、また教会の問題もエリコの城壁のように崩れ落ちるのです。私はヨシュア君のようにヘイヘイヘイと叫ぶその賛美を聞いて、もちろんヘイヘイヘイも勝利の喜びの声を上げることでとても好きですが、その賛美の歌詞に誰が主の前に立ちはだかるのかという歌詞が心に迫ってきました。誰が主の前に何が立ちはだかることができるのかです。敵である悪魔サタンも病気もそして死も主の前では退いたのです。それなら道会場先生が行う神の力の前に何が立ちはだかることができるでしょうか。台風もできませんでした。どんな病気もそれはできませんでした。何がその前を立ちはだかる前に立ちはだかることができるでしょうか。私は今日の本文に出てくるダビデのことを皆さんと恵みを分かち合いたいと思います。使徒の働き 13-22 に神様はダビデについてこう言われました。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行すると。神様が認められる霊の信仰を持って出ていた時、ゴリアテを打ち破ったのです。かつ確率はゼロだったのですが、結局はダビデはゴリアテに勝ちました。もしダビデの時代に同じ賛美があったなら、ダビデもゴリアテを打ち殺した後、ヘイヘイヘイと喜びの声を上げたかもしれません。そのように神様に栄光を返したと思います。私たちは同じように神様に栄光を返しましょう。誰が万民の前に立ちはだかることができるでしょうか。ダビデのような信仰、道会所先生のような信仰を持つなら、私たちも勝利して栄光を返すことができます。そのように栄光を返すために私たちはどうすべきでしょうか。まず神様は確率ではなく公義に基づいて霊の信仰をご覧になり働いてくださる方であることを覚えましょう。本文37節、ダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。素晴らしい信仰の告白です。神様が共におられるとゴリアテに勝てるという告白です。信仰の告白は素晴らしかったですが、実際の状況はどうだったでしょうか。本当にダビデがゴリアテに勝てる確率はどのくらいあったでしょうか。私は考えてみました。ダビデではなくて普通の人が石100個を持ってゴリアテに立ち向かおうとしましょう。それでゴリアテはゴリアテの額の真ん中を正確にその急所を当てる確率はどのくらいあるのかと思いました。 100個を投げて1個でも当たることができるのかと思いました。私はその確率はほぼゼロだと思います。もし100個を投げて1個が当たったなら100分の1ですね。でもその確率はとても低いです。普通の人の場合です。しかしダビデはどうだったでしょうか。5つの石を持っていて1つでゴリアテを打ち倒すことができたのです。ダビデはもちろん普段から羊を飼っている時よく石投げを使っていたので、素晴らしい実力があったと思います。優れていたと思います。しかし、このような状況でダビデがゴリアテに勝つ確率はほぼなかったのです。
本文41節には、そのゴリアテの前には盾持ちも立っていました。大きい盾を持ってゴリアテを守っている兵士もいました。その後ろにいるゴリアテの額の真ん中を当てることはほぼ不可能だと思います。私たちはこの聖書を読んで、ダビデがどのようにゴリアテに勝ったのかを考えてみると、それは確率によるものではなく、神様がその信仰をご覧になって、ダビデと共におられて、神様が働いてくださったから勝利したとわかるのです。確率という単語は英語ではプラバビリティです。なぜ英語で意味を説明しているでしょうか。確率とすれば正確な確率のように聞こえるかもしれませんが、しかし意味はそうでないんです。プラバブルという単語から派生しましたが、それはただありそうな、起こりそうな、多分そうだろうという意味です。つまり漠然とした可能性の話です。私は聖書を読みながら、この確率についての内容がどこにあるのか探してみました。そうしたら、マルコ9章の悪霊に疲れた子供の父親がイエス様のところに来て言われたことが思い浮かびました。彼はイエス様に、もしお出来になるものならお助けくださいと言いました。もし、つまり、先生できないかもしれませんが、確率が少しでもあるならと言っているのです。しかしイエス様は、できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのですと言われました。その父親は、もしできるものならと言いましたが、イエス様は、信じる者にはどんなことでもできると言われたのです。その子の父親は、イエス様のことを噂で聞いたでしょう。そして少しの可能性でもあるなら直してくださるのではないのかと思って半信半疑で来たと思います。もしお出来になるものなら お助けください。英語にすれば If you can do anything help you ですが、これはそうできるかもしれないが、できないかもしれない、確率は少しだけあるという意味です。しかしイエス様は、信じる者にはどんなことでもできる、つまり信仰がある人、公義を満たす霊の信仰がある人にはどんなことでもできると正確に言われました。私がよく英語を使って申し訳ありません。 anything ではなくて everything です。ですからどんなことでもできるということです。どんな病気でも、どんな問題でも、イエス様の前では関係がありません。公義を満たすくらいの霊の信仰があればできるのです。神様もですから、ダビデが普段から信仰を持って神様により頼み、そして羊を飼うとき、その羊を守るために石投げでその獣から守ったことをご覧になり、そして今ゴリアテの前に立った時も、ただ神様に頼って霊の信仰を見せたのをご覧になり、勝利するようにしてくださったでしょう。私は自分のことにも代入してみました。私が神様に祝福されてこの教会に来て、愛する道会上先生に出会って、今主のしもべとして仕えていることが本当に夢のようで、とても幸せだと思います。なぜなら私は実はとても保守的な人で、自分の既得権を諦めて他の教団に行くことは実はあまり簡単なことではありません。私は他の教団にいたのですが、万民教団に移ってきましたが、それにも抗議があったんだと悟りました。私の祖父はソウル神学大学校の教授だったし、そして外祖父はイエス・キリスト体感清潔教会の前の道会長先生が属していた教団だったんですね。その中央清潔教会の道会長でした。
私が高校生の時聞いた話ですが、私の外祖父はヨニドンにあるある進学校の校長だと聞きました。その時はよくわからなかったのですが、万民教会に来て、この万民教会の歴史とか教理について話を聞いてみたら、プサンのキム・ニョアン先生が私の外祖父について知っていました。私の外祖父は清潔神学校の革新派の学校の校長だったんですが、一代校長はソンテック牧師先生で、その次に三代が私の外祖父だったのです。それでアメリカに移民に行った後、またソンテック先生が校長を務めたのですが、これは私の家の自慢ではなくて、私が今話をしたいということは別にあります。私の外祖父が神学的な見解と教理を道海女先生と同じ完全な清潔を持っていたということがとても誇らしいから、この説明をしているのです。ソンテク先生がアメリカに研究に行って、そこで清潔教理の大家である横浜博士に会います。その方をアンニャンのイエソン神学校の教授として招聘しましたが、そこで清潔論を教えていましたが、完全な清潔を教えました。しかし、その教団ではそれについて異議を申し立てたのです。人は清められるために努力するだけで、完全に清められることはできない。ただ、完全な清潔のために努力するだけだと主張しました。しかし、ソンテック先生とそのアメリカの教授は、人は神の子性質に預かることができる、完全に清められることができると教えたのですね。それで教団側と会わなくて、結局はその教団からそのように教えるなら、この神学校から離れてくださいと言われたのです。それでそこから離れて、新しく神学校を建てたのですが、それが革新派でした。聖書にはどうありますか？第一ペテロ 1-16、私が聖であるからあなた方も聖でなければならない。マタイ 5-48、あなた方は天の父が完全なように完全でありなさいとあります。道海女先生もこの完全な清潔を教えてくださったのですね。それで私は、道海女先生が私の外祖父と同じ神学的な見解を持っていたということがとても誇らしいと思っています。それで私は今、自分がこの万民教会に来たことも、その抗議があるのではないのかなと思ったのです。そして私は万民教会に来る前、他の兄弟にいた時、教団にいた時、神様に祈って体験したことがありました。ある日、腹部の痛みがとてもひどくて、朝2時ごろ、眠りから覚めて病院に運ばれていたら、腎臓結石と言われました。それでそこで点滴を打ってもらって、手当てを受けてから痛みが治まって家に帰りましたが、その痛みがまたひどくなって、何回もそういうことがありました。ある日、高校生の息子を朝早く学校まで車で送ってあげて、そして家に帰ってくる途中でした。腹部の痛みがあまりにもひどくなって、運転ができなくなるくらいだったのです。それで車を止めておいて、そこで転げ回りながら祈りました。座っていることもできなかったのです。あまりにも痛かったから。そしてそこで吐き戻しましたが、黄色いものが出てきました。私、朝ごはんも食べていないのになぜこういうものが出てくるんだと思いましたが、それは腎臓結石の痛みがあまりにもひどかったので、胃がびっくりして胃液が出てきたのでした。
私はそこで神様の前に切に祈りました。その時私は道会長先生のメッセージを聞いた内容が思い浮かびました。その時は道会先生に直接お会いしたこともなかったのですが、インターネットで先生のメッセージを聞いて恵みを受けていたのですね。それで道会長先生のその姿が思い浮かんで、私は神様に祈りました。神様、私は雇い人の主のしもべになりたくありません。万民教会のイーゼーロク先生が教えてくださったように、私も病院に行きません。世のものに頼りません。神様に全てを委ねます。私を治してくださいと1時間ぐらい祈りました。すると恵みが望んで痛みがなくなりました。痛みはなくなりましたが、血跡はそのままあったんですね。その後、その時私は東海先生のことを思い浮かべて、そして神様に祈ったから答えてくださるんだろうと信じていました。そして2日後トイレに行ったら血跡が出てきました。今から10年前のことですが、今まで再発することもなく完全に癒されたのが確かです。このように外祖父による抗議があったし、そして私を信仰を見せたら、このように神様が祝福してくださったのですね。聖書にもそのようなことがよくあります。ヤコブのことを考えてみましょう。ヤコブが20年間の訓練を受けて故郷に戻ろうとしたんですね。その時エサフはどうしたのでしょうか。400人の兵士を連れてヤコブを迎えに来るのでした。昔長子の権利を自分から騙し取った弟が憎くて殺そうとしたんですね。創世記32章を見るとヤコブはそこで切なる心で祈りました。それをある人と格闘したと書いてありますが、それはミツカイの頭だったのですね。夜明けまで格闘していて、そのミツカイは私を晒せよ、夜が明けるからと言ってヤコブの桃のつがいを売ったのです。私はこの聖書を読みながらちょっと不思議と思いました。ヤコブは今から3800年くらいの前の人なんですが、聖書を読んで私がそれについて探り極めていたら、その時ヤコブの状況が分かるようになりました。皆さん不思議ではありませんか。今ヤコブが見つかりと格闘していて、そして2人はどうしているでしょうか。想像してみてください。互いに肩とか腰とか掴んでいる状況で、私を去らせよと行こうとするなら手や腕を打つでしょう。しかし聖書では足を打ったとあります。なぜそうなのかと、神様これにはどんな意味があるんでしょうかと神様祈ってみました。そうしたら聖霊が教えてくださいました。これはもう話せなさい、私を去らせよとは言っていますが、その意味は私を去らせないでもっとすがりなさいという意味です。つまり足を打つと、足が骨折すると相手にもっと掴もうとしてすがるしかないのでありませんか。話すことはできないんです。そうではありませんか。私はそれが正しいと思いました。父なる神様がご覧になるときは、ヤコブがこの危機から免れる可能性が、確率がまだ足りなかったのです。ヤコブの信仰の攻撃がまだ満たされていなかったのです。ですから、その信仰を見せるように、攻撃を満たすように、もっとすがるようにしてくださったのです。そこでヤコブは自分自身を徹底的に打ち砕いて、結局は神様が働いてくださって、エサホの心を動かしてくださって、二人が和解しましたね。道会先生はもちろんその桃の違いが外れたのは、自分というものが徹底的に打ち砕かれたという霊的な意味があると説明してくださいましたが、
私はもちろんそれもそうですが、今ヤコブとその人が格闘しているその姿を説明したのです。ヤコブにはただ杖一本しかなかったのです。エサフは400人も連れてくるのです。そこでヤコブはエサフに勝つ確率はほぼゼロなのです。ですから神様が働いてあげたいのですが、ヤコブにはまだ足りなかったので、攻撃を満たすように霊の信仰を要求されたのです。皆さんも何か大きい問題があって祈っているのに答えられないで他の問題ができたりするとどうでしょうか。物質の祝福の問題のために祈ったのに損をしたとか、目の視力の回復のために祈ったのにもっと見えなくなったとか、このような場合皆さんはどうでしょうか。気を落とすことはしないでください。神様はもっと祈りなさい、そうすれば答えてあげると待っておられるのです。ですから私たちはもっとすがらなければならないんです。もっと攻撃を満たさなければなりません。神様の前では答えられるかできないかではなくて、攻撃を満たしたか満たしていないのかが問題です。攻撃を満たして霊の信仰を見せたなら、神様の前ではすぐ問題は解決されるでしょう。皆さんにとってまだ満たされていない攻撃は何でしょうか。愛の部分でしょうか。初めの愛を失っているのでしょうか。それなら愛を満たしていきましょう。祈りが足りない方々は特別ダニエル哲学祈祷会もありますので、もっと祈らなければならないのでありませんか。そうすれば神様が働いてくださるでしょう。第2です。ダビデは肉的な武具ではなく霊的な武具を備えました。つまり肉的な条件よりは霊的な条件を満たしたのです。そうすれば神様は確率ゼロの状態でも答えてくださいます。勝ち目のない戦いでも勝利できるように、できないこともできるようにしてくださるのです。本文38-39節で、サウルはダビデに自分の鎧兜を着させて、頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせました。また自分の剣も与えました。しかしダビデはそれが慣れていないからといって脱ぎました。ダビデはまだ若いし、また武具もないのに、ゴリアテとの戦いでそれを脱いでしまったのです。サウル王が持っていたものなら王のものだから最高の武具ではありませんか。しかしダビデはそのすべてを脱ぎました。そしてその後、川から5つの滑らかな石を選んできて、石投げを手にしてゴリアテに近づいていきました。普段から自分がよく使っていた石投げを持っていったのです。つまりこれは霊的な武具ではなく肉的な武具ではなく霊的な武具を身につけるという意味です。例えば事業をする方々が、資本がもっとあればいいのに、経済の事情が良くなったらいいのに、私の周りに自分を助けてくれるような金持ちがいたらいいのにと思う人がいます。そしてある人は、私ももっと勉強したらよかったのに、親がもっとお金があって力があったならよかったのにと、肉的な条件を羨ましいと思う人がいます。しかし肉は変わり消えて朽ちるものです。しかし霊は変わることもなく朽ちることもなく完全であり永遠のものです。霊は肉を支配して、肉は低次元で、霊は高次元です。ですから次元が高い武具を手にしたダビデが勝つのです。ダビデは霊的な優れた武具で武具を身につけたのです。水に溺れば藁をもつかむということわざもありますが、しかし藁をつかむからといって助かるでしょうか。肉的な武具はそういうものです。藁のような巨匠です。実際的な力になれません。しかし霊的な武具は実際に武具となるのです。力になります。道海女先生はこの世にあるものは全部巨匠だと言われましたね。肉と肉に属する世の中のものは巨匠です。私が最初から神学校
に入って主のしもべになった人ではありません。私は軍人だったのですが、そこで病気にかかって除隊しました。それで祈祷院に行って、他の方法はなかったのに、ひどい病気だったので、治るために神様にすがり断食して祈っていました。その時神様が病気を治してくださる前に私に使命をくださいました。例えばある方に相談に行ったら、その方は私について知っている人でもないのに、あなたは死のしもべになる人ですと言うのです。私は、私が死のしもべになるとはもう想像もできなかったのです。なりたくもなかったのです。私の人生なのに、なぜ他の人がああしなさい、こうしなさいと言うんですかと言いましたが、その後断食していて祈りながら、何度もそういうことがあったので、じゃあ神様、私主の使命の道を歩みますと約束しました。代わりに病気を治してください、体験させてくださいと祈って、それで聖霊を受けて病気も治って主の使命になりました。私が伝道師だった時、大学に行って伝道したことがありますが、中学校2年生の時、物理の科目で学ぶことがあります。すべての物質は割って、また割っていけば分子になり、その分子をもっと割ると原子になると。で、私はそうなんだと思いました。そうなら、最初の単位が原子なら、その原子の中には核がありますね。その原子核があって、その周りには電子がありますが、この原子核と電子の間には何があるんだろうと、何があるでしょうか。何かがあるんだったら、それを割ってまた割っていけば何かあるのではないでしょうか。しかし、その中に、その間には何もないと思いました。多分真空状態だろうと思いました。私が大学に伝道に行ってみたら、学生たちが芝生に座ってお弁当を食べていました。それで私は話をかけましたね。その学生は電子工学生だったのです。そして軍隊を除隊して今復学したと言って、それで私は自分が考えたその内容について、先ほど言ったその物質を割って分子になり、またそれを割ると原子になり、そして原子核のと電子の間には何かあるのかという質問をしたら、その学生も真空でしょうと言いました。原子が最小単位だから、その以下のものはないんですね。例えば私たちに目に見える岩とか山とか人の体とか見ると、全部そのようになっているのです。電子顕微鏡よりも深くまで見ることができる神様の恩恵を考えてみると、その全てを本当に虚像なのです。皆さん、目に見える人の体は虚像です。では実情は何でしょうか。それは私たちの霊と魂ですね。天国が実情です。この肉の世界ではなく、霊の世界が実情です。有名なシドニーのオペラハウスとか、アメリカの素晴らしいグランドキャニオンなども人々が見て、ああ、素晴らしいと思っても、それも全部虚像です。隣の方を見てみてください。隣の方の顔も実は虚像です。ただの物質で作られている形なのです。虚像です。実情を見る皆さんになりますように。ですから、お年寄りの方々も、私はもう老けて醜いな、シワもたくさんあって腰も曲がっていてと思わないでください。それは虚像です。皆さんの実情は天国での変えられた素晴らしい体、本当にきれいで、また皮膚も肌も良くて、背も高いし、きれいな人になるのです。かっこよくなります。ですから、
自信を持っていてください。私は若いと思ってください。もう私は年取って、視野もたくさんあるしと思わないでください。それは虚情です。実際私たちは、私は天国に行った時のその姿を想像して、33歳の若い人だと、このように思ってください。これは偽りではありませんね。それで結局ダビデはその戦いで実際的に力になる霊的な道具を取ったのです。ただの道具を手にしていたのではなくて、それを武具としました。神様が共におられるから、その石投げは霊的な武具となりました。ダビデは普段から石投げで羊を守るために使っていましたが、今は国のためにゴリアテを打ち倒すことに、神様が共におられる栄光を返すために使ったのです。私たちもこの地上で生きている間、いろんな信仰生活の必要な徳目があると思います。祈りとか賛美とか御言葉、信仰などがありますね。それを私にもある、私も知っていると思ってはいけません。私も祈っていて賛美して聖書を読んでいるとか、それだけではいけません。それを武具としなければなりません。私たちは天にいる諸々の悪霊に対する格闘をしています。ですから私たちは霊的な武具を取り身につけなければなりません。例えば祈りをするなら、ただ祈っているのではなくて、ダニエル徹夜祈祷会に来て、いろんな問題があってまたもやもやしてきたなら、祈祷会が終わって家に帰るときは明るく笑いながら答えられて帰らなければならないんですね。毎日ダニエル徹夜祈祷会をしていますが、いつも悲しい顔で、いつも何か心配があるような顔で帰る時も同じなら、祈っていてもそれは霊的な武具となっていないということです。その祈りに権威がなければならないし、また答えられなければならないのではありませんか。賛美も武具としなければなりません。歌詞を思いながら、精霊にも満たされて、涙も出て、悔い改めもできて、力、闇は退く、このような賛美をしなければならないんですね。御言葉も同じです。ただ御言葉を知っていることで終わるのではなくて、その御言葉を持って真理を発見して、正しい道を歩んで、疑わないで、迷わないで、その御言葉を通して誠の道を歩んでいて、神様に用いられる、そのような御言葉による信仰生活をしなければなりません。そうするとその御言葉には権威が伴うのです。神様が共におられるのです。私はこう考えてみました。道会女先生も言われたことがありますが、こう、足の身が分かれたこととヨルダン川が止まったことは違うと。足の身はモーセ一人の信仰で分かれましたが、ヨルダン川を渡るときはヨシュア一人だけではなく、イスラエルの民の全体の信仰が必要でした。それで足の海が分かれてカナンの地に入りますね。で、私たち足の海を渡って、その後はヨルダン川を渡ってこそカナンの地に入るのです。ですから私たちがカナン聖殿に入るためには、生徒の皆さんの信仰が必要なのです。足の海が分かれたときは、その海の外、海の底は神様が東風を吹かしてくださったので完全に乾いていました。それで民たちは楽に歩いて渡ったのです。しかしヨルダン川を渡るときはどうだったでしょうか。ヨシュア書3-15を読んでみればこうあります。箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時とあります。その時上から流れ下る水が突っ立って咳をなして立ちました。弟子たちが川に足を入れて、それが浸った時です。つまり水に濡れたのですね。今の万民教会の状況もそのような状況ではないかと思います。もちろん霊的な意味を解釈することはそれぞれあると思いますが、
イスラエルの民がヨルダン川を前にしてカナンの地を向かっていくとき、そのヨルダン川というものが立ちはだかっていたのですが、これも一つの問題と障害物と言えるんですね。で、万民教会ではどうでしょうか。私たちもカナン聖殿に入るためにはそのヨルダン川を渡らなければならないし、水際に足が浸らなければならない、こういうものがあるんです。このような困難がやってきたことも理解できました。つまり私たちの教会も道会先生も妨げるものによって少し被害を受けているのです。これは当然のことということです。聖書に全部答えがあるということですね。でもそれはずっと続くのではありません。もうすぐヨルダン川を水がせき止められて私たちは渡るのです。聖書に答えがあります。ペテロとヨハネが言いました。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してくださいと言いました。人の言うことを聞かないでください。神様の御心だけを聞いてください。もしヨシアと祭司たちが、私はその川に足を入れたくない、足が浸ることは嫌だと言ったなら渡れなかったでしょう。しかしただ聞き従って渡ったのです。私たちもそうしなければなりません。このように祈りと御言葉、賛美などが神様が望んでおられるこのような霊的な武具となっていけば勝利できるのです。第3、危機を機会にすることです。神様に栄光を返す機会です。こういうことが言葉がありますね。危機と機会の関係性を説明する言葉です。危機は偉大な機会の略語である。危機の中に機会が隠されている。危機と機会は同じ顔をして現れるという言葉もあります。私はこの言葉を読んでとてもいい表現だと思いました。サウル王とイスラエルの民はゴリアテの顔を見て危機感を感じました。もう自分たちは負けた、勝利は不可能だと不安に思いました。しかし同じゴリアテの顔を見たダビデは、ああこれは神様に栄光を返す機会だと思いました。皆さんはどうでしょうか。皆さんに問題がやってくるとどう思われますか。教会の状況を見てどう感じますか。サウル王やイスラエルの民のようにこれは危機だ、大変だ、不安だと感じるでしょうか。でなければダビデのように、ああこれは神様に栄光を返せる偉大な機会がやってきたんだと感じてください。この前私はあるドキュメンタリーを見ました。それは第二次世界大戦についての内容でした。その当時ドイツのナチ軍が勝利し続けていました。その背景にはドイツの戦車部隊があったからです。その戦車部隊を導いたのが将軍ロンメルです。それでロンメルと戦うと連合軍の戦車部隊は苦戦しました。この時連合軍ではアメリカのパットン将軍を新しい指揮官にしました。それでドイツの戦車部隊が攻撃してくるのを見て、そのパットン将軍は微笑みながら、あ、時が来たんだ、勝利する時が来た、私は必ず勝つ、勝利を収めると言って立ち向かって勝ちました。それで結局はドイツの本土まで進撃して入って、結局はナチが降伏するのに大きい役割をしました。ダビデのようにそのように告白して大きい機会だと思って勝てたのです。ダビデがそうでした。この戦いは主の戦いだと叫び大胆に出ていきました。詳しくダビデがどのように行動したのかを調べてみました。48節を見ると、
ダビデは素早く戦場を走っていきとあります。素早く走っていきました。そして走りながら何をしたのでしょうか。袋の中に手を差し入れて石を一つ取り、石投げでそれを放ったとあります。走りながら石の準備をして放ったのです。私たちも止まっていてはいけません。今道会所先生がおられないとき、私たちは素早く走っていなければなりません。道会先生が帰ってこられたらその時から頑張りますと言ってはいけません。私たちは自分の使命を果たしながら戦っていかなければなりません。ダビデはただ手に足を持って走っただけではありません。石投げの準備をして行きました。そして放ちました。皆さんもそうです。走りながら使命を果たして、火のように祈りながら、また愛して使いながら、聞き従いながら走っていくのです。このように走っていく時、これを通して神様はできないこともできるようにしてくださるのです。結論です。若い時、10代の時、売られていて奴隷になった人がいました。神様の恵みによって周りの人に愛されて認められて、全ての財産を管理するようになりましたが、しかし濡れ衣を着せられて監獄に入れられた人がいます。ヨセフのことですね。このヨセフは3回も大きい危機がやってきたことがありました。奴隷として売られていきましたね。そして濡れ衣を着せられて監獄に入りましたね。そこで王の検察官長の夢を解釈してあげました。そしてあなたが復職されれば私を思い出してください、そしてパロ王に話してくださいと願いました。そして検察官長はヨセフが夢を解釈した通りに、彼は復職されました。それで元の自分の地位に戻ったのです。王の検察官長なら王の一番近くで使える人なので、とても高い地位ですね。でもその検察官長は無情にヨセフを忘れてしまいました。彼を思い出さなかったのです。どれほど気の毒なことでしょうか。希望が見えたかと思ったのに消えてしまったのです。この聖書を読んで、神様はどうしてヨセフにこのように苦しめるんですか。この検察官長が早くヨセフのことを思い出すようにしてください、なんでヨセフはこんなにまた苦しみを受けなければならんですか。1ヶ月が経って、6ヶ月が経って、1年が経っても、どうしてこのようにヨセフは忘れられたままでしょうかと、私は聖書を読んだ時祈ったことがあります。しかし神様は解き明かしてくださいました。ヨセフがその時、この検察官長がヨセフのことを思い出さなかったことは、もっと大きい神様の摂理があったと。2年後ヨセフはパロ王の前に立つようになりますが、もしこの検察官長が釈放された後すぐヨセフをパロ王に話をしたなら、ヨセフはそこで監獄から出てくるでしょう。そして自由の体になるでしょう。そして恵みを受けたなら低い官職を得たかもしれません。例えば 今のことなら、の市長ぐらいの地位に就いたかもしれません。そうすると神様の大きな摂理が成し遂げられますか。神様のご計画は何ですか。エジプトにこれから飢饉が来ますが、その飢饉の中でその、周りの国の人々を救おうとされました。そしてヤコブの家族がエジプトに入ってきて、そこで増えて十二部族を形成するように、そしてカナンの地を与えようとするのが神様の大きいご計画ですが、ヨセフがもしここでただ一つの市の長になっていたなら、それができたでしょうか。できなかったでしょう。
ヨセフはエジプトの統治者にならなければならなかったのです。ですから神様は2年間待つようにされました。2年後、パロ王が夢を見ました。エジプトに7年間豊作があり、また飢饉がある、そのような不思議な夢を見て、ヨセフがそれを解釈して、結局はエジプトの統治者になり、イスラエルは民族を形成するようになり、カナンの地に入るようになります。ですから私たちも何かが時間的に遅れるとか、なぜ今このようなことが起きるのかと疑ったり戸惑ったりしなくてもよいのです。皆さん、万民教会は世界を救う教会です。ただのこの近くとか韓国だけを救うための教会ではありません。世界をカバーする教会にならなければなりません。ですから今少し危機のように見えることが起こったり、また私たちの思いよりは時間がかかっているように見えるかもしれません。しかしこれは危機ではありません。これは偉大な機会、神様に大いに栄光を返す機会であり、私たちが新しいエルサレムに行くようにするための神様の摂理なのです。ですからできないこともできる驚くべき神様の御業が万民教会に皆さんに起こると信じます。そしてできることはもっとできて、神様に大いに栄光を返すようになるでしょう。これから私たちがなすべきことは何でしょうか。牧者と共にカナン聖殿を建てて、大聖殿を建て上げること、世界宣教をすることですね。そのできることはもっとできるようになるのです。神様がそう働いてくださるのです。愛する聖徒の皆さん、私たちはダビデがほぼ確率のない戦いで抗議を満たして、霊の信仰を持って、霊の武具を身につけて、神様に栄光を返すという信仰を持って、控えだと思って大胆に出ていた時、コリアテに打ち勝ったように、私たちも教会のこともまた自分のことでもできないこともできて、できることはもっとできることを信じて、神様に祝福されますように。はい、一緒に祈りましょう。父なる神様、感謝いたします。今日ダビデとゴリアテの戦いをについて調べてみました。神様は答えてくださるために、私たちが抗議を満たして霊の信仰を持つように待っておられます。私たちは気を落としたり戸惑ったりしないで、もっと次元の高い霊的な武具を身につけて、そしてこの危機を祝福の機会に変えていくようにしてくださり、神様に霊の信仰を見せていて、神様に栄光を返すようにしてください。できないこともできて、できることはもっとできるように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された動画先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安心してください。 GC の放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と姿勢で、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など、具合の悪いところは皆、精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる、敵である悪魔スタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め。不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ。どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病と、すべての炎症も完全に癒してください。
小二枚、中風、関節炎、ヘルニも完全になり、憂鬱、頭痛、神経痛など、痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁鬱病、ノイローゼなど、精神疾患も下がれ、すべての迷いも解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物、道徳物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう、イエス・キリストの皆によって命ずる、敵である悪魔スタン、空中の権威を持ち、支配者である悪い霊どもよ下がれ、その使いたちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても盛るように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような恩命で、すべての神の子供たちと家庭、職場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おら主、愛の主、それは命与える救いの主。